の琴浦町にある大仙崎までこのメンバー総勢8人でちょっとハイキングに行きたいと思います。行くぞー。おーキャンプ、ね、マジでね、うん、大仙崎マジついてみ、マジで楽しいけん、うん、入るだ。いや俺入る。いや本当に俺入れへん。これ本当に、うん、いや行ける。え行ける笑っとるだ。それ行けるわ。え、あそこ行ったりしないよね。めっちゃあっちの来る。あれ行くんですか、橋みたいの。マジ、あ、なんだ奥にちゃんとしたのがある。これ行くかと思った。なんか一人でやってるみたいな。ちょっとこれは何が鳴いてるの？猿？違う。もう一回言って。違う。いやいや、なんか日本にいる感じがせん。どこにいる感じ？南国、南国、南国にいる感じがする。ジャングルだよ。あ、ジャングルだね。わ、結構急よ。あ、でもここはなんかハイキングコースみたいな感じで楽しい。何これ何これ、ある種徳さんより怖いかな。これ両手放しで歩けない。え、だって平田さんじゃあうちの娘ぐらいだもん。あ、間違えた。平田さんの見た目がもう21ぐらいと思って若い。いや、りさちゃんも若いよ。いや、私は私は50歳なんで。50って書いてあるけどな。50歳代表って書いてある。あ、もう50になった。なったに。おめでとう。もう、え、微妙な。いや、いいよ、微妙じゃない。44人見ていただけるならもうありがとうございます。え、橋がある。中間地点だそうです。お、中間。あ、行きますか、行きますか。はい、先に進みましょうか。ちょっと、いや、リュウジ行って。私わからんのんだけん。はい。わぁ、ちょっと待って、揺れてる。いやぁ、ちょっと誰、やめなさい、やめて。すごい、怖い。これすごいな。すごい、ちょっと下見て。これマジ、うわー、綺麗。これはすごい。なんで、ちょ、おばちゃんわからんもん道が。案内してくれんと。右若返りの滝って書いてある。あゆがえりよ。あゆがえりか。これどっち、どっち、これ。こっち。こっち？どう考えてもこっち。そうだよね。ミカちゃんが今一番欲しいもの。欲しいもの？はい。うわー。嘘だがん。嫌とか言いなんなや。嘘だがん。愛じゃない。なんだろう、欲しいものないかも。すごいですね。なんだろう、だって私今本当に皆さんによくしてもらっとる。感謝、感謝、感謝の会、感謝の会だけ。ちょっと待って、あれまだ上がるの。長そうだよ。こんなに長いの。あ、すいません、本当文句じゃないんです、文句じゃないんです。え、これ平田さんたちは走るんですか、ここ。ちょっとあそこまで、あそこまででいいんで、ちょっと、ちょっと走ってみてもらえませんか。あ、重た、重た。え、え、まだ見てないの。感動、感動を取っておきたくて。おー、見えた、大仙崎。うわ、綺麗、いいよっよ。最後、うん、結構、結構だね。うわ、え、これ行くの。怖い怖い怖い。うわ、怖っ、すごい、すごい。うわ、うわ、それよりやばいかも。何、今バランス崩した。すいません、すいません、こんにちは、こんにちは。
着いたー、すげー、綺麗、わー、涼しい、もう超綺麗、あー気持ちいい、すごい、めっちゃ美味しい、感激しました、わー美味しそう、めっちゃ美味しそう、あ、いいね、これ別れとって、別れとっていいわ、暑いな、めちゃめちゃ美味しい、みんなこんなに美味しいもん食べてるんですか、普通美味しい、ちょっとこれハマるかも、登山に、食べ物に、あら、そっちありがとうございます、本当に、しかも大仙崎今、え、みかちゃん、めちゃくちゃいい、え、みかちゃん先入るの、いや、みかちゃんは入らんよ、いや、って言っちゃうから入るの、はい、心臓が止まっ、あね、私はね、大丈夫、あの心臓マッサージできるから、そうか、ここみんなも人工呼吸とかできるわけ、できるできる今日朝歯磨きしてないけどいいだ、めっちゃ冷たい、これここに立ったらグラグラグラバチャーン、すげー飛び込み方がプロ、チューブの取材もいいかもしれんな、うん、ちょっとちょうだい、ちょっと、うわ、何何その、チューブのラーメン美味しいけんな、うめー、美味しいな、つけ麺はつけ麺でいいですよね、うんうんうん。